倉成さん。いえ、大した話ではないですから、また今度にしましょうか。では、失礼しますね。
それなら確かに気をつけた方がいいかも。今のところ売店に十分な食料があると思うけど、荒らされたらたまらないもんね。ネズミ捕り必要かな。他の食べ物は見つからなかったね。通路に流されてた食材はもうあらかたダメになってた。まあそれでもタツタサンドだけはここに嫌というほど材料もあるし、いつでも食べられるんだからいいじゃない。それもそうだね。食べられるものが確実にあるってのはサバイバルにおいては重要なことなんだよ。うん、そうだよ。山に入ったりするの。道なき道をかき分けてたまに迷子になったりするんだけど、ちょっとクラナリ、なんでそうなるのよ。違うって、温泉よ温泉。ひとめぐり。はぁ、前人未到の地に幻の湯を求めて三千里。いいわよね、これぞ女のロマンって感じ。
いい加減キノアグマから離れなさいよ。あら、何かおっしゃいまして？おえ、あ、うん、ちょっとね。でも、表面はほんの数針くらいだよ。ああ、もう、本当に。つぐみのことなんだけど。あ、うん、それがね。Thank you.
ないのよね、人間って。ところで、空はどこ行ったのかな？制御室に入ったままなのかな？たまーにだけど、空ってレミのコンソールの中に潜ってしばらく出てこなくなるのよね。仕事熱心みたいだからね、ストラ。じゃあ私、行って様子見てくるよ。少し前からここにいました。花を眺めていたんです。そうですね。